そうですね、昨日の課題から、ウッドベリーのところでどれだけプレッシャーかけられるかっていうところと、小玉君のところの、右のペネトレートを抑えたいっていうところがあったんですけど、とはいえやっぱりちょっと今日やっぱり出だしで簡単にやられてしまうっていうところがあって、でそうなってくるとこう受け身になって、その前からのプレッシャーもなく、もうずる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 ピックアップがやっぱ遅れてしまうっていうのがやっぱり今日も出てしまって、3クォーターまで苦しい展開になったんですけど、4クォーター出始めからやっぱり阿部ですね、特に阿部なんかがやっぱりこうウッドベリーに対していいプレッシャーかけて、で大勢が小玉君だったり八代君ポイントガードのところもいいプレッシャーかけ出して、そこからやっぱ流れが自分たちの方に持っていけて、彼らがやりたいプレーって、彼らがやりたいその終わり方っていうのは できなかったと思うので、そこで西谷翔が取れたんじゃないかなという、こうね、結構荒れた展開でテクニカルファール僕含めて2つやっぱりあったんですけど、その中でもそのプレイヤー、中にいたプレイヤーたちが我慢しながらやり続けてくれた、だからこそこう15点差が10点差になって1桁になって、で徐々に相手にプレッシャーかけて、で、4クォーターの途中で1回逆転できた、最後延長にはなってクロージングゲームちょっとうまくはいかなかったんですけど、それでも本当にこういう負けゲームをしっかりカムバックできて、で勝利できたのを非常にこう選手たちがよく我慢してくれたなというふうに思っています。今日はやっぱり大勢、翔太、あとはやっぱり功労者デニーですね。デニーのところ得点ね、サーベイを得点取ったからなんかこうすごくこうねフォーカスされるとは思うんですけど、僕たちの中ではやっぱりそこ3人ですね。最初に出た3人がやっぱり。発するしてくれたから、このゲームがこういう結果になったんじゃないかなというふうに思います。